社長社長社長止まります、止まります。社長、すいませんでした。社長、すいませんでした。何入れた？おはようございます。おはようございます。今日今から、はい、回転屋さんが打ち合わせ来るんで、もう完全にやから社長だけどね。もう入れ墨出てるしね。で、ゲレンデ出たでしょ、別に2000万ぐらいする。あの乗って多分来るんで、車のレビュー撮らせてもらおうっていう体で、ちょっとドッキリ企画はめたのかな。おお、マジっすか。レビューついでに乗らせてって言って、乗った途端急ブレーキとか急発進してちょっと下手くそぶってぶつかる風な感じで運転してみて、まあ多分あいつも切れるだろうね。やばいよね、ちょっと怖いっすよそれ。怒らせる企画じゃないですけど、そういう感じなんですね。そうやね、まあ、多分俺最後殴られると思う。放送できます？大丈夫ですか？そこカットしようか。俺なんかただ最後はあの締めの時5分になってるかもしれない。そうっすね、ちょっと込みで締めの5分になってる。ありがとうございましたーって言って、また見てねーってなってるかもしれない。そんな感じですね。わかりました、うん、ジャンプしようか。あ、ジャンプします。それではしょ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。ではね、はい、友達の回転社長が仕事の幸せがあってのちょっと来たんで、ダースベイダーっていうマスクをちょっといい車乗ってるんで、ちょっと動画撮らせてくれっていうことで、おー、まあ OK 出ましたんで、あ、ありがとうございます。ちょっとこれだけ被らせてくれっていうことで、ちょっとこんないい感じですね。まださっきから何も喋ってない、シコーシコーシコーって。まあちょっと車の紹介させてもらってよろしいですか。あ、これ車なんていう名前ですか。 G63 G63、 あのゲレンデでしょ。ゲレンデ暴言っていうか、ゲレンデバーゲン、ゲレンデバーゲン。2000万ぐらい。おー、やば。何がすげえってやっぱさ、うん、そのアーマーゲインだもんね。はい、AMG 推しですね。ああ、 AMG だもんね、まあ、昔俺らなんかヤンキーの時は、なんか、はい、アーマーゲイン、アーマーゲインとか言ったけど、はい、まあ今は言わない、まあ、AMG AMG めっちゃ AMG 押しますね。これもうアルミとかも超かっこいいもんね。いや、めっちゃかっこいいっすよこれ。 AMG 仕様でしょ。仕様じゃない、本物だと仕様じゃない。あ、だから AMG の普通のだってゲレンデだと、普通のゲレンデだと何、これホイールが全然違うでしょ。違う、めちゃくちゃかっこいいもんな。めちゃくちゃかっこいいっすよ。63、どこの6300、昔は6300、今は5.5、5500になる。5500、エンジン5500やで。いや、すごい、超かっこいいっす。意味わからんね。意味ちょっと本当に意味わからん。まあこういうの好きね、職人の世界の子は結構好きだと思うんですけど、はい、すごいね、ちょっと正面もみたいな、めちゃくちゃかっこいいわ。いや、これ社長言ってくれん。え、社長言ってくれん。すいませんでした。すいませんでした。かっこいいね、あ、ここにも入ってる。めちゃくちゃかっこいいっすもんね。ここにも入ってる、そこにも入ってる。めちゃくちゃいいね。もうちょっと昨日雨降ったばっかりで、ちょっと汚いよね。いやー、かっこいいこれ。戦車だね。戦車ですよ、ほんと。ブレーキパッドとかもまたこの赤いのがかっこいいわ。あー、ほんとだ。アーマーゲインって書いてある。あ、ほんとだ。書いてありますよ。アーマーゲインって書いてある。書いてある。AMG。ちょっと、なんかじゃあ、運転席乗って、ちょっと中もおデビューしない。いい？じゃあ、ちょっといいですか？ちょっとだけだよ。なこれ。かっこいいっす。家やん、家、家ホテルやん。ね、なんかもうホテルやん。わざとくしゃくしゃやったんやこれ。やばいっすね。これ何ですか。あれ、うん、俺は使ったことないからわかんない。うわマジこれ何これ。電話もうあんの。これ電話だよ。あ、すごいね。0-5にとかけれるんだ。へー、ほんとだ、すごい。すごい、もう下でもついてる。いやいや、パネルでつくか、うん。ああ、でもすごいね。ナビとかはやっぱあれだ、やらせしようみたいな。そう向こうのやつはこれついてないもんね、向こうのやつはね。あ、そうなんですね。そう、なんか違うんでしょ、これ多分ね、設備が。そうだよ。あ、そう、向こうも昔はなんかそんな青ってない。向こうってない。海外で売っとるというか。ああ、もうディーラーだからね。そうだよね。へぇー。すげえじゃん。まあ、左ハンドルですね、もちろんね。いやーね。これ左しかなかったから。いやーね。ない。行ってみるか。いやちょっと社長、もういい、もう帰って、ちょっと運転させてもらえますかね。もう帰りたいんだけど。ちょっとだけ流してくれないです。ちょっとだけ、まあ友達の中なんで大丈夫ですか。あんまやだな。まあちょっと乗ってみて、ぜひ、ね、そうですね、まあ視聴者の人も楽しみにしてますよね。そうですね、僕が運転する左ハンドル、うん、初挑戦、うん、
いいですか、ちょっとちょっとちょっとだけだったら急いどるからね。あ、ちょっとだけいいですか、ほんとにちょっとほんのちょっとだけね、いいですか。あ、オッケーオッケー。これ足袋履いてるけど大丈夫かな、これもういいんじゃない、やばいな、これやばいっすね。いや、なんか運転できるかな、俺自信ないわ。いいですか、じゃあ本当に運転していいですか。うん、ブレーキ踏んで、はい、ちょっと慣れないもんであれですよね、嫌がっとるね、うん、それバッて、めっちゃ心配心配な感じで見てますよ。すごいよこれ見て、うん、N と R と D しかないからもう、しかもガチャガチャじゃないからね、なんかデジタルだよね。本当っすね、すごい、これこれバックのやつ、バックのやつ見て、バックのやつ見て、すごいな。これバックのやつ見とって、バックのやつ、バックのやつ、うん、おー、危ない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 、危ない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 、なんかめっちゃ塩ってあぶない、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ほんとごめんなさい、ほんとごめんなさい、いいですか。あ、超すごいっすね、いい、ほんとに運転し、いいよ、あ、いいっすね、後ろ車来てない、あ、ちょっと来てますね、いや、はい、OK です、やば、怖、ぶつけそう、はい、いやいや気をつけてくださいね、で、ドライブ、はい、じゃあ、うん、おい、ダメっすか、ちゃんと前見ろよ、前見ろよ、アクセルの加減5000枚だもん、怖かった、怖い怖い怖い、アクセルの感じが分からんな、大丈夫かお前、やばいっすね、すげえ G だし、もうちょっと危ないな、広い道でやるの、すごいね、これすごいっすね、怖いね、もうほんとアクセルの感じが分からん、アクセルの感じが分からん、ちょっとあれっすね、ちょっとアクセルの感じが分からん、本当ですか、もういいね、アクセルの感じが分からんで、あ、本当ですか、危ない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 、危ない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 、アクセルが分かんないんだって、あ、危ない、危ない、危怒られてる、やばい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 、めっちゃ切れてる、めっちゃ切れてる、やばいっすよ、めっちゃ切れてる、あ、やばい、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、やばい、社長社長社長、止まります止まります、社長すいませんでした、社長すいませんでした、入れた、ドライブ、ドライブ、ちょっと何、そうそうそう、そのそのサイドブレーキ引いてモリに、モリに、はい、大成功、大成功です、大成功です、わざとやっとったんですよ、わざとやったんですよ、何をわざとやったら怒るかなと思って、わざとやったんですよ、怒ってないよ、いや結構キレてましたよ、結構ちょっとイライラしてた、やべ、イライラってしてましたよ、大体あれでしょ、俺がもう乗るって言った時点で結構キレてましたよ、ちょっとえみたいな感じだったでしょ、そんなことないよ